まずはこちらのキャラクターをご覧ください。サントリー公式バーチャル YouTuber のサントリーのむです。彼女はあのサントリーの公式バーチャル YouTuber です。彼女は商品紹介だけでなく歌やトークなどサントリーの情報を YouTube を通して発信しています。なぜ今企業は VTuber を起用したがるのでしょうか。ターゲットはズバリ若い世代です。彼らは3次元のキャラクターに対する関心が強く、 VTuber が紹介した情報をより素直に受け止めることができます。また VTuber はスキャンダルがないため企業にとってもリスクが低く、かつギャラが格安です。 VTuber のと企業のタイアップ年々増加しています。タレントの皆さんもうかうかしていられません。